日本の美術評論家、好き者。骨頭収集鑑定家、文筆家、随筆家でも著名である。号は、陳道。明治31年福井県三国の浄土新州、本流院に生まれる。中学卒業後、特度して立志、釈延名と改名。上京して、大正11年東洋大学倫理科を卒業。福岡県中学就有館、芝中学などで、 国語教師を務める傍ら美術雑誌、茶碗も発行。昭和5年、北王子露山人の地具を得て、高級料亭、星ヶ丘笠料の支配人となる。昭和12年独立して、東京目黒に、李山荘を経営。昭和18年に東温泉に疎開。昭和19年李山荘を閉じる。東和会、落ち母会主催。以後、当時その他の官邸、官渉に明け暮れ。 文筆を業とする、いぶせますじちょ、品同主人のモデル。民芸運動を進めた、りゅうむや、美術評論家の青山二郎、文芸評論家の小林秀夫、シラス雅子ら、伝説の目利きたちから信頼された。戦時中、疎開先を探していた旧知の詩人、三好達二を、郷里、三国へ手引きするなど、福井の文学界にとっても、大きな役割を果たした。 自長、追想の露山人によると、露山人との出会いは32歳だった、昭和5年1930年。初対面で話が弾み、その日のうちに星がおかへ招待された旗は、1年後に壊れて、職員となり、やがて支配人に引き立てられた。独断専行の露山人が、15歳年下の旗の、震源には耳を傾けた。自ら発刊した、解放時、 星ヶ丘の編集長を任せ、教員時代の3倍の高級を自ら手渡すなど、厚い信頼を寄せた。昭和11年、露産人が星ヶ丘佐業の会計係をクビにしたことを発端に、その横暴さや豊満な経済観念に不満を抱いていた従業員たちがストライキを起こす。支配人の旗は、ゆえあってその中心に立ち、恩義ある露産人を解雇に追い込んだ。 騒動の責任を感じ、星が丘車両を去った旗は、目黒で料亭を経営後、昭和18年に伊藤温泉へ環境。疎開先を探していた三吉が、ふらりと訪ねてきたのはそんな頃だった。真の辞書、忘れがたき日本の味によると、伊藤で家探しを頼まれた旗は、小田原市の家族と、別離し萩原作太郎の娘洋子と新生活を始めようと、 していた三代氏に、三国への疎開を勧めた。旧地の不合が持つお島村の別荘を借りる三段を、付けた上で、詩人は、墨がないと心配し、有力な援護者まで紹介した。三国を気に入った三代氏は、昭和19年から5年にわたり三国に滞在。作家の中野重春や、俳人の森田愛子、伊藤白水らと親しく交流し、弟子の詩人、森武光を呼び寄せるなど、 戦後福井の文学界に、かけがえのない財産を残した。陳品同主人以降広く知られるようになった旗は、料理や経営の傍ら雑誌、銀河小さな蕾の相関に立ち会い、骨董にまつわる随筆の書き手として活躍した。古美術賞の駆け出しだった中島聖之助に、高値でまがいものをつかませて、修行させるなど、生き馬の目を抜くシビアさも持ち合わせていた。 己の中に美を持てというメッセージは、たもを分かった、露産人の、ドッポにも通じる。旗秀夫のの視祈願は、旗好みと称され多くのファンがいる。また、イラカ道の青い吉尾や小道具酒田の酒田は実る、自在屋の勝美光をはじめ、多くの小美術賞が敬愛する。息子は、旗笑い一。ありがとうございます。